はい、すいません。よし、来た。じゃあ、漁師の港だから、ちょっと待ってね。漁師の港どこ漢字漢字てか、私あれなんだよな。画面見れてないんだよな。はい、来てないから、あれが。ああ、グラフィア。はい、というかで、じゃあ、どうする？もう一回コイン投げする？なんか平和に決めてもいいよ。いっぱいだから無理なのかな。グリオスさんは今お忙しいので。ま、待つよ。だって遅れたものだから、そんなことは言わない、うん。ゆっくり待ってます。待たせてください。ごめん、あのね、山田さんがね、ぐーたらぐーたら喋ってて、ね、よく聞こえない。いつも通りだね。コインでいいですよ。コインで。じゃあ、どっちが選ぶ？裏か表。じゃあ、自分で表。じゃあ、さくやさんが、あのじゃあ、クラゲのマークの表ね。よし。自分の情報初耳や。どんなコインだよ。表にあった。じゃあ、さくやさんが選んでいいよ。ああ、はいはい。漁師の港か。北スタートで。北スタート。じゃあ、つまりこのままってことかな。うん。思うかな。ちゃんと上にも優しい。うん、まあな。よし。じゃあ、チェイチェイ。あと何？じゃあ、実況は山田さんにバトンタッチということで。あの実況と解説がいるから。まあね、この参加してくれてる18人のうち何人かはまたクラウンウォーズに駆り出されなきゃいけないからね、大変だね。時間が設定されてるんだっけ、あれやると。あと1時間後に回線らしい。山田さん交代？と交代？違う違う。すげえ、ギガロさんって言うとなんかすげえ、あれだな。デイスイじゃない。お願いしやんす。このね、副司令官3人のね、酔っ払いか。そこま、これから酒を開けるっていうのに酔っ払いってのもあるよね。これはあれだよ、情報操作っていうんだよこれ。ほら、ゴリ太郎さんからもお叱りの言葉をいただきました。飲みすぎはいけない。山田さん何か釈明するしかございませんな。今から飲むんだよ。真面目ですな。真面目に返しましたな。さあ、あと1分前でございます。1分前で超えながらあと30秒前だった。飲酒運転か、さすがだ山田さん。飲酒運転とか無理だから、やったら死んじゃうよ。だわ、さすがに俺も真似できねえわ。秘宝なんだけど。はい、じゃあ試合開始しまーす。はい、大丈夫かな。さあ始まりましたね。これが第4回目か5回目か。5回目だな。さすが山田さん、クリオスさんとは違うね。このね、 3試合目でね、まさかのね。うわー、まこれあれなんかん、いいのかいいのかいいのか、大丈夫大丈夫。なんか一瞬ディフェンダーになってたからふわっとかなっちゃった。これも一回なった。おー、やばいやばいやばい。お酒飲んでるとやっぱり思考能力はいいますね。少しやっぱりギガロさん少しか、少しすいいよね。最近飲み始めてるんですね。なかなか早くてね、ダメージが出て、あと偉い。お互い自走砲1枚出てますね。うん、この自走砲をどう使うか。うん、あとは運命力次第ですね、自走砲の。どちらがより殺意が高いかっていう話になってきます。そして、あと、この軽戦車がどう目を見るか。で、この54ライト。あ、54ライトは誰だ？相手方の。誰だ？こちらブランズさんですね。ブランズさんのが死んじゃうと、このブランズさんが死んじゃうと、ちょっと自走砲がいかなくて、あー、
ダメージ食らってる。早く逃げて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 、グランドさん逃げて。君が生命線だ、自走砲の。そこで、ハルダウンに強い32と D62E5 が出ますな。ここで中央を取って。キューちゃんの方がこちらの自由戦車の方たちを見つけたっぽいですね。そうですな。こちらのチャンリツやらなんやら。おっと、こっちも。で、こっち側、グランザさんがスコーピオン G 見つけましたね。さんのとパンパン入っていく。さあ、昨夜さんチームは 1,2 番の方南下している。おっと、陸人さん、この自走砲の動きはちょっと見つかるぞ。ちょっと、そうで、ちょっと分かれましたね、綺麗に。また面白く分かれましたね、はい、さっきのステップでもこんな感じに分かれたんですよ。どっちが最初に終わらせるかだけど、その何ですか、酒で口が回る。ネガネさんとニャンニコさんかな。ネガネさんですね。の、うん、そっちの方のハルダウンでどれほど時間を稼ぐか、それを見て自走砲がどう打つかだな。あとはこのグランドさんの HP を温存したいが見つかった。これはきつくないか。少しが狙ってるぞ。次は多分そこからでは死に範囲外ですね。いや打てる。さっき見つかったもん。さっき見つかって、豆球出ましたんでね、チコーンと。あそこでのスコジは斜面があるから無理でしょう、うん、でもむしろ横からディフェンダーやら50、100やらに打たれる可能性がちょっとあるかもしれませんね、うん。おっと、自動砲が、長根さんたちの方を狙ってますね。今 C の一番にいる自走砲。なんですか、陸人さんの方ですね。さあ、対してこちらの、あ、そっか、チームリーダーのチャンリツが自走砲なんですね。これは責任重大ですね。俺が自走砲やるぞ。これでバーベキューさんたちの方からガチューからのニャンパンさん、フレンダウさん、うん、HDD さん、オンブさん、重戦車隊が真ん中を取るようですね。うん、取りますね。前回打たれなければいいんですが。おっと、これ自走砲が一発入る。さすが M40、43。やはりどっちも M40、43というのは何かあるんですかね、山田さん。何か足ですか。足と、あと、精度もそこそこいいですし。うん。そう。いいアメリカ、アメ車は大抵それなんですよね。もうすぐ変わるけどね。今、火曜日まで。でも、なんか、HE 弾、スタン効果でクソらしいじゃないですか、あれ。そうなのか。めっちゃ強いとか言ってましたけど。見て。そう、なんか、永続的に使える、消費アイテムがあるらしくて。消耗品がクールダウン制になるんだよね。なんかどんどん、自走砲が虐げられてるよね。でもなんか、爆風広がったらしいじゃないですか。でもダメージがない。役割が変わるのはわかるけど、今のマップの傾向とかさ、自走砲が今後正体で組めない存在になるっていうのは、もう必要性がね、寂しいよね。ああ、そう、自走プラ禁止らしいね。自走砲自体がプラ組めなくなるらしいよ。あ、それもダメなんだ。そしたらロシアサーバーの思うサバだって。間違いを自らほらんでも、自走砲、どんどん弱くなってるよね。そうなんですよね。最初駆逐から長くされましたよね。ヒートの貫通じゃなかった、ね、アジア勢はね、隠れるの大好きだから。アジア勢はどっちかというとタンクデストロイとかね。グランザさん RU251 が弾薬庫を破壊した。これはきつい。これを消されるとちょっと辛くなりますね。おっと、ここで修理キット。うん、これができる人とできない人、私はできないからこう見習うべきなんだろうけど、ね、なかなかできないも、真似ることができる、できないんです。さ
さあ、試合も佳境の4分半になりました。これはまた引き分けですかね。なかなか、おっとおっと、ここでバーベキューさんの T54 ライトウェイトが視界を取りに行くが、うん、またこちらの T32 の人がそうですね、この3人とスーパーん、長根さんとニャンニコさんですかね。そうですね、長根さんとニャンニコさんだけで左をちょっと持ってる感じがありますが、こちらのチャンリスの自走、重戦車の方は流動的にどんどん動いてますね。おっと、アリュー。当てたか。おっと。最初、やっぱりスポジーは絞り切ると当たりますね。私、ここ絞り切らないんで打っちゃうかな。昨夜さんチームが左の方に構成をかけました。うん、かけました、かけました。ここで。アリューが真ん中まで行って、後ろにはいないだろうという考えですね。だが、ここの重戦車が動いてますね、中央にいた。ここで、さすがに、重戦をまたぐと、集中砲火を浴びてしまう。うん、浴びますね、もう、あれ。ここで、スポジーが T26E5、ドールさんを倒してしまいました。2対2。真ん中の RU251 は、継続的な視界というんですかね。ですね。ねえ。でも、それで姿をさらすと真ん中の重戦車に撃たれてしまいますね。おっと、ここで、ニャンパンサーさんがちょっと外しましたね。あったー、しかも自走砲が当たる当たる。ここ止まってたら自走砲の餌食ですな。やっぱりこの構成で10分は短かったかな？でも大体10分じゃね？構成がさ、重戦車メインで組んで、自走砲も入れて休養。マップ開示が遅れて立ち回りの作戦が立てられなかったことを考えるとね。9対9って多いですね。おっと、ディフェンダー429のダメージをフレンダーさんが食らっていく。ディフェンダーは強いですけどね、やっぱり。おっと、529ダメージでかい。なんだ、これはうちらも 9.18 になって重戦車3台までとか言うべきなのか。重戦車に制限はかからないぞ。トップケアの数とかだろ。トップケア3台までですか。全部ケア8なんだよな。おっと、少しスポジーあそこで見つけられないんですね。これ1分半でございます。おー、南が動きましたね。このキューちゃんのいやらしい動き、中央のライトウェイトですね。おっと、いやらしい痛い一撃。あー引っかかった。ここで引っかかった。ここで引っかかっちゃった、キューちゃん。でもいい動き、さすがやで。おっと、ライトウェイトやりに行ったか。1分前でございます。引き分けでしょうかね。ここでライトウェイト対ライトウェイトの戦いになるか。おっと、ここはおっと体当たり。やりましたな。これはあれかな、第4試合目突入かな。いい試合をしてますんでね、なかなか。あと23秒でございます。今回も引き分けですね。さあ、熱くなってまいりました。そしてマップを考えておりません。AM50、100が。じゃあ次、あ、そうだ、お前、レウィンベルクって言ったな。あーっと、これ倒せるか、倒せないですね。無理ですね、これは。で、あと、引き分け、だから、次勝ったチームの勝ちにしよう。オーストタウンでもいいわ。ルインベルクじゃないの？違う。あれ、なんかバグっちゃいました、これ。なんか、一番最初のあのところで。開いて閉じて、しようよ。手を振ってまた明日。バッケ、なんて、4、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、31、32、33、34、35、36、37、38、39、40、41、42、43、44、45、46、47、48、49、50、51、52、53、54、55、56、57、58、59、60、61、62、63、64、65、66、67、6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 8、59、60
見る。なんかピタッて止まっちゃったんだよ。なんでだ。うわ。よし。まあ。よし。あとなんか私、キューちゃんに嫌われてるのかな。知ってたわ。知ってるってひどくね。マジでそれひどくね。よし、あと1分前。さあ、なんとかこれで、あれですね、もうてっぺん決まってるんで、これから私たちはクラウンウォーズをしなきゃいけないので、こうね、ちょっとね、もう、今回の勝負はもうなしということで、イベント自体の意味が、まあ、意味はあるか、皆さん話してるんでね、ということなんで、なんとかこの、カカノミさんがこちらを怒ってらっしゃるかもしれないので、ちょっと、あれだ、ピーな、ピーな、ちょっと、巻きでできればお願いしたいですね。さて始まりました。これ何回目 ?4 回目 ?5 回目 ?4 試合目4試合目ですか。さあこの私は前の試合からしか見てないんですけど、4回目のこの試合に終止符が打たれる、グッソで終止符が打たれるのかっていうのはちょっと私には分からないところだが、ここで始まりました。これで引き分けになったら1試合目の勝った昨夜さんチーム勝利でいいんじゃね。そりゃそうなるでしょ。それ考えてなかったのか。おっと、RU251、112も見つけたんだな。ここで、さて、やっぱり重戦車が多い。54ライト2体で、おっと、軽戦車また入る、ね、ここで来るか、ここで、あっと、ゴーレンさん。おっと、痛い。ヤニゴさんが半分以上減りましたね。うん。クロスファイヤーを受けましたね。さあ、ここからさらに真ん中から重戦車2両、112T26E5。こうなった時のディフェンダーは強いんだよな。ディフェンダーすごい硬い。ヒートガン見てますね。おお。いい音するな。ゴキン。弾いた音の、弾いた時の音は好きです。おっと、エンジンに火をつけたが自動消火器。54ライトが。さあ、完全に真ん中を取られてしまう。おっと、拓也さん撃たれた、見られましたね、これ。おっと、リクイストさんがドールさんをごしゃってしまいました、こちらは、真ん中は。ごしゃった。キングが高いです。ね、153。おぉ、RU で弾いた。RU で弾くかよ。ただ、グランゼさんがこう回ってきてる。竜を見つけるかな？あ、これは両方見つけた。昨夜さん、こう、受けたい。この二連撃は痛い。戦術と112の熱い戦いが真ん中は繰り広げられてますね。おっと、音部さんもほぼワンパン圏内。おっと、ディフェンダーが後ろから攻めていく。見つかるぞ。俺はちょっと、チャンリツさんは旗色が悪いですね。チャンリツチーム、囲まれに行くような形になっちゃったかな？一点集中しすぎなのかな？わ、うん、からないけど。お、拓也さんピンチ。うん、絶好をしますよね、これは。するかな？倒しておきたくはあるけども。追いかけず、中央を取り返すのかな？少しチャンリツチームにも流れが出てきたかな？さあ、試合経過、3分半経ちました。あ、でもやっぱりまとまりすぎだね。これ、囲まれるな。もうこれは、試合は、結果は入るでしょう。昨夜さんチーム、いい感じで囲んでるな。25分以内には、終わるでしょう。おっと、ここでチャンリスが死亡。さらに、音部さんも死亡でございますね。
54ライトが112を倒しました。そこからさらに54ライトは後ろを取って、うん、後ろ取ってますんで、IS3 とディフェンダーを。ディフェンダーだけど、これちょっと HP 的にきつくないっす？後ろを狙えば、エンジンに火をつけられる可能性が。残立チーム、塊に対して支援車両が遠かったかな。ただこの2人が死ぬ前に、ライトウェイト弾かれた。この入り乱れは、おー少し弾いたって感じですよね。これで咲夜さんチームの勝利は確定かな。そうですね、4試合中2勝2敗は。54ライトもとりあえずまだ全部弾薬であれば一撃で破壊できますからね。逃げろ、まあ、5分間逃げるんだ。できればやめていただきたい5分走り続けるのはやめていただきたい。さすがに俺カカノミさんに合わせる顔がなくなっちゃう。会ったことないけどね。さあこれはスコジーの方に流れていく感じですね。敵にHP 差が2000か。でも結構減らしましたね、松の方も。うん。ちゃんとダメージの受けがうまかったのか、それとも狙うのが悪かったのかわかりませんが、あんまり見てなかったんで。まあ、これは昨夜さんチーム、まあ、最初に、あれでしょう、うん、ダメージ分散がうまかったってことですか。斬立チームの敗因は、車両が集中しているのに対して、ダメージがフォーカスできていなかったような気がするな。おっと、これで見つからない？これで見つからないとは、さすが。おー、さすがに、グランズさん。見つかりましたな、やっぱり、この距離は。方針が壊れてしまいました。修理キットを使っていく。ああ、やっぱりもう、ここまでか。さすがにこの、車体。殺したはい、今54ライトを i3 の弾弾きましたね。最後まで諦めない、かっこいいね。うん、終わりましたね。ただもうこの人数差はどうにもできない。いいな、ナイスファイト。本当ですよ、ありがとうございます。やっぱ諦めない心って大切なんだなっていう、ね、やっぱりなんかあれになるな、戻ってきたら。そうですね。なんでだ。いや、この後にもフランフォースがありますので、そちら。お、よろしく。さあ、どうも皆さんお疲れ様です。こんばんは。最後は仕方なかったね。あれ、そうだ。一矢報いたね。設定で音量が全く聞こえないんだった。はいはいはい。これで OK かな。うん、ディフェンダーも。何やって、さすがに車両までは